耐震性貯水槽の取扱い方法についてご説明します。使用する資機材はこちらです。手押しポンプ、給水ホース、鍵穴用 T 型ピン、マンホール蓋開け用フック。まず T 型ピンを貯水槽の蓋の端にある穴に刺します。次にフックを使って蓋の溝に引っ掛け持ち上げます。この時蓋を落とさないようフックが確実にかかっているかよく確認してください。2人1組で持ち上げますが、なるべく力がある方が持ち上げるようにしてください。蓋は3枚あるうち、まず真ん中の蓋から外してください。同様に残り2枚の蓋も外します。重量がありますので足の上に落とすと大怪我につながります。蓋は重ならないように置きましょう。貯水槽の中はこのようになっています。給水用の蓋を外します。レバーを通常時の S から O に倒します。ホースをつなぎます。給水用ポンプにホースの反対側をつなぎます。ポンプの差し水口の蓋を外し、差し水を注水します。水が溢れてくるまで注水してください。蓋を元のように閉めます。これで準備完了です。ポンプのレバーを上下に動かすことで水が出ます。ポンプのフックをかけることにより下の太い口から水が出ます。フックを外すことで上の細い口から水が出ます。上の細い口にホースをつないで使用することもできます。片付け方法について、レバーを O から S に戻します。ホースを外し蓋をします。ポンプにつけたホースを外します。蓋を戻します。はじめとは逆に端から戻します。これで完了です。ここからは丸い蓋の開け方についてです。蓋開けフックを蓋の溝に引っ掛け持ち上げます。持ち上げたら手前に引き、ロックを外します。横にスライドさせ全開にします。中には同じように消防用、給水用の管があります。